習場ゲーム系じゃない、ゲーム系ですか、うん、あのメジャーのアニメ入ってるよね、看板後ろ、あれよく ありますね、宇宙に入ってるこんにちは、どうもありがとうございました、楽しかったです、いや、もっと聞いたらいいですねなかなか、いや、でも本当ありがたいですよね、たくさんのファンの方に来ていただいて、で、こうやって6番をね着させていただくっていうのは非常に懐かしいですし、いい思い出ですし、そういう意味では久しぶりに当時のことを知らない方もおられるでしょうけども、なんか久しぶりにブルーウェブファンと触れ合ったっていう感じがして非常に楽しかったです。本当にありがとうございました。やっぱり95年96年というこの2年はブルーウェブにとってはすごい思い出だと思いますし、ブルーウェブファンの方にとってもすごい思い入れの強い2年だったと思います。95年は本当に皆さんの後押しのおかげで、強い気持ちのに後押しされて優勝できた年でしたし、日本一になれなくてまた翌年96年さらに強い思いで、なんとか日本一になってくれ、神戸のためにっていうその気持ちが我々にもすごく伝わってきましたし、本当にその後押しのおかげで、信じる力っていうのをね、ファンの皆さんには見せていただきましたし、その力を借りて96年日本一になることができました。その2年っていうのは本当に、選手たちにとってもそうですし、僕にとってもそうですし、ファンの方たちにとってもそうですし、もう僕の中で言ってみたら日本全国だと思うんですけども、すごく特別な2年だったと思ってます。改めてファンの皆さんには、感謝したいと思います。本当にありがとうございました。チーム自体も今の選手はもう僕らがね、元気でやってた頃よりもどん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 体力的にも技術的にも精神的にも強くなってますから、何も心配してないですし、もうとにかく今ね、野球ができるっていう幸せをかみしめながら思い切り自分を表現してほしいですし、それを見るのを僕はすごく楽しみにしてますんで、球場で思いっきり楽しんでいただけたらそれでいいと思います。オリックスバファローズのファンの皆さん、今年は非常に面白いですよ。皆さんでこう球場に足を運び、運べない時はテレビの前で、選手たちを見て楽しんで応援していただけたら嬉しいですね。僕も今選手たちを見ながら、バファローズを見ながら、今年はすごいぞと思いながら見てますんで、そんな同じ気持ちを味わいながら楽しみましょう。I know maybe I can stand next to them a little more famous.元西、イチローが守る外野守備はプロ野球史上最高の守備とも称えられ、同志同盟でブルーウェーブ黄金時代を支えた。今日のレジェンドは田口壮さんです。